今回は動物園、水族館その両方で、人気を欲しいままにしている、キングオブアニマルの、ペンギンとペンギンもどきについて紹介するよ。何？キングオブアニマルって、巷ではそう呼ばれてるの？いや、私が勝手に言ってるだけだけど。まあ確かに、よく考えたらペンギンの進化についてなんて知らないよ。そうでしょ。ペンギンは意外と忘れがちだけど、鳥類なんだよね。そうなんだよね。で、分類としては、王様ペンギン属、ジェンツーペンギン属、小人ペンギン属、ケープペンギン属、金目ペンギン属、岩飛びペンギン属の、6属20種で、その生息地は、南極大陸を中心に南半球にのみで。そうなの？北極にはいないの？意外でしょ。ペンギンは飛ぶことをやめちゃったけど、鳥としての特徴とか、能力とかって残ってるの？じゃあまず現生のペンギンの生態について見ていこうか。確かにペンギンは飛ぶことをやめた。飛翔性鳥類だけど、飛翔性鳥類の翼の羽ばたきと、全く同じ動作と原理で、潜水中の推進力を得ているんだ。まさに水中を飛んでるんだね。またその遊泳能力はかなり高く、最も長い潜水記録は、皇帝ペンギンの、27分36秒で、これは想像以上だね。でも、さすがにこれは長すぎたみたいで、潜水を終えた後、かなり疲れてたみたいで、しばらく寝そべって動かなかったみたいなんだよ。疲れてるペンギン、かわいいね。潜水深度も、これまた皇帝ペンギンが最大で、水深564メートルまで潜っていたことがわかっているんだ。そんなに潜るの？水平じゃなくて垂直にでしょ。人間なんて、スキューバダイビングで40メートルが限界っていうから、ペンギンってほんとすごいんだね。これだけ泳げるってことは、この翼には何か秘密があるんじゃない？そうだね。確かに他にも、ウヤカモ、カイツブリの仲間は、潜水する種もいるんだけど、これらは水中で足を使うけど、ペンギンは翼、フリッパーのみで推進力を得てるから、フリッパーはペラペラで華奢に見えるかもしれないけど、骨密度が大きく、重くて、大型ペンギンのフリッパーは、人間の骨を粉砕できるほどの破壊力があるんだ。骨を折っちゃうの？嘘でしょ。見た目で判断しちゃダメだね。ちなみにペンギンって、足で卵を温めたり、ヒナを育ててるイメージがあるけど、あれはペンギンだとみんなそうなの？それはね、皇帝ペンギンだけで、他のペンギンは、巣を作ったり、巣穴を掘るタイプのペンギンもいるんだよ。ただ卵を産む数は基本的には2個なんだ。でも岩飛びペンギンは、卵を2個産むんだけど、1羽しか育てないっていう変わった特徴を持っているんだ。実際岩飛びペンギンのコロニーを覗いてみると、餌をもらえず見捨てられたヒナの死体がたくさんあるんだ。かわいそうだね。どうしてそんなことするんだろ。岩飛びペンギンは環境の制約から、1羽分の餌しか取れないんだけど、じゃあ1羽だけ産めばいいじゃん。そうなんだけど、1羽しか産まなかったら、その子が途中で死んじゃったり、うまく孵化できなかったりすると、替えが効かないじゃん。だから保険として、もう1羽産んでおくんだと考えられているんだ。実際、ワシやタカも同じような産卵方法を採用してるんだよ。すごく残酷なようだけど、厳しい環境で生きるためには仕方ないことなんだね。残酷ついでにもう一つ、ファーストペンギンって知ってる？リスクを恐れずに新しいことに最初に挑戦する人のことでしょ。由来は知らないけど、これはアデリーペンギンのある習性が由来になってるんだ。ペンギンって崖の上から、海にダイブしていくでしょ。とてつもない数が海に飛び込むから、当然そこに捕食者も待ち構えてることもあるんだよ。だから最初に海に飛び込むやつは、ものすごいリスクがあるわけだ。確かにそれは勇敢だね。でも実際には、自ら進んで飛び込んでるんじゃなくて、よく見ると、海の中が安全かを確認するために、仲間を後ろから突き落としてるんだよ。本当に？1羽だけ海に落とした後に、他にペンギンたちは、海を見て、無事にその1羽が泳いでいれば、次々に飛び込むんだけど、血だらけになって浮いてると、その場から立ち去るんだ。あんなに可愛い顔してるのに、ちょっとペンギンの見方が変わったな。そんなペンギンの進化についてこれから見ていこうか。ペンギンさんは、古生物学的にはいつ頃登場したとされてるの？これが意外と早くて、白亜紀の隕石による大量絶滅事件からわずか500万年後の、約6000万年前には登場したんだ。確かに早いね。恐竜が絶滅した後の、鳥類の環境への適応能力の高さを表してるね。そして最古のペンギンとして知られているのが、こいつ、ワイマヌなんだ。ワイマヌは現生の皇帝ペンギンと同じくらいの、体高1メートルと推測されているんだ。最古のペンギンが1メートルもあるんだ。なんかペンギンの形なんだけど、ペンギンっぽくないね。翼もなんか長いし。そうだね。またワイマヌはニュージーランドに生息していて、そこから海流に乗って、ペンギンは様々な地域へ旅をし、南極大陸、アフリカ大陸、さらにはガラパゴス諸島まで、生息地を広げていったんだ。でも赤道は越えられなかったんだ。不思議だね。その謎は海流にあるんだ。海流？暖流が流れる赤道周辺では、ペンギンにとっての栄養分となる餌が少ないんだ。さらにペンギンにとって強力な敵であるサメも、北半球に多いこともその要因とされているんだ。ワイマヌの話に戻るけど、ワイマヌはさっきマリサが言ってくれたけど、翼は現生のペンギンよりも長くて、折りたたむことができたみたいなんだ。頑張ったら飛べそうだけど、どうだったの？全体の骨密度を調べると、飛行性の鳥類よりも、密度が大きくて重いことが分かったんだよ。水中に潜るのに適した特徴を持っていたんだね。でも現生のペンギンよりも、翼を振り上げるための筋肉が弱く、フリッパーとしての完成度が低く、長距離の遊泳は得意でなかったようなんだ。ところで、現生のペンギンって、白と黒の、カウンターシェーディングだっけ？になってるけど、それは初期にペンギンからなの？いかんせん、羽毛は化石には残らないから特定するのが難しいんだけど、色がわかってるペンギンもいて、それがこいつ、インカヤク。インカヤク？インカヤクはキングオブウォーター、水の王っていう意味で、かっこいいね。インカヤクは約3600万年前の、ペルーの古代産期の地層から発見されていて、体高は 1.5 メートルもあり、でか、小学6年生くらいの大きさだね。またインカヤクは、かなり現生のペンギンに近い見た目になり、翼もパドルのようになり、より水中での機動力が高まったんだね。そう。で、羽毛の色の話だけど、インカヤクの翼の化石に羽毛が残っていて、その細胞のメラノソームを分析したところ、インカヤクの羽毛は灰色と赤色で構成されていたことが明らかになったんだ。昔のペンギンは白黒じゃなかったんだね。メラノソームを分析して色を特定する手法は、恐竜の研究でも用いられていて、個人的に今一番熱い分野なんだよ。確かに、太古の生物の色がわかるなんて、ワクワクするよね。またメラノソームを用いることで、色だけじゃなくて、ある程度遊泳能力も推測することができるんだ。遊泳能力？そうなんだよ。現生のペンギンのメラノソームの密度は高くて、羽毛の強度を高めて、深海での水圧に耐えられるようになっているんだけど、インカヤクのメラノソームは密度が小さくて、深海での水圧に耐えられなかったようで、インカヤクはおそらく、現生のペンギンとは違って、浅瀬を泳いでいたと推測されているんだよ。面白いね。現生のペンギンと比較することで、そんなことまでわかるんだ。さらに古代産期の指針生になると、ペンギンは冷たい海への適応を始めたんだ。確かに南極で暮らすには、体温を保つための工夫が必要だよね。そう。それが上腕動脈網や起毛なんだ。聞いたことないね。上腕動脈孔はペンギンの翼に付け根にある、血管の束で、心臓に戻る血管を温める役割をしていて、起毛はペンギンの足にある、動脈に静脈がらせん状に絡みついた、特殊な構造をした血管で、足先に行く血液が、戻ってきてきた血液を温める仕組みになっているんだ。それによってペンギンは冷たい海でも体温を保つことができるようになったんだ。実際、約4900万年前の、指針生の初期に、南極大陸に生息していた、デルフィノルニスの化石から、上腕動脈孔の跡と見られる溝が見つかっているんだ。すごい進化。でも当時の南極は温暖で、海面温度は15度もあったんだ。にもかかわらず、寒冷な気候に適応する特徴を持っていたんだ。そこが初期ペンギンの、大きなミステリーの一つなんだ。じゃあ上腕動脈網には体を温める以外にも別の役割もあったってこと？確かに温暖な気候においても、放熱や血管の保護をしていたと考えられていたり、長時間にわたる水中での狩りでも、大いに役立っていたと考えられているんだ。何にせよ、新生代っていう寒冷化していく時代で、上腕動脈孔を獲得していたことが、6000万年前から今まで生き続けることを可能にしたんだよね。次に紹介したいのは、巨大化した古代ペンギンたち。どんな生き物でも一回は巨大化してるんだね。イカディプスだよ。こいつはどんな特徴があるの？イカディプスは、約3600万年前の指針生後期に生息していて、体高も 1.5 メートルと非常に大きく、体重も100キロになったであろうと推測されているんだ。100キロ、怖すぎでしょ。また、最大の特徴はそのくちばしで、23センチにもなったんだ。ちなみに皇帝ペンギンが8センチくらいなんだ。皇帝ペンギンの倍以上もあるんだ。そう考えると、とてつもない長さだね。一体何に使ってたのさ？おそらくこれを、森のように使って、魚に突き刺して、獲物を捕まえていたみたいなんだ。まるでレイピアだね。強力な武器だったんだ。ただこれでも、一番大きいわけじゃなくて、もっと大きいのがいたの？それがこいつ。パラエウディプスクレコースキー。見るからにでかいんですけど。パラエウディプスは四神星の南極大陸の地層から見つかっていて、化石から推測される全長は2メートル。でかいでかい。皇帝ペンギンの倍じゃないか。でも実際に見てみたかったな。体重は120キロにもなり、これまでに見つかっている中で最大のペンギンなんだ。また、大きいだけじゃなくて、ほとんどのクジラやイルカが20分間しか息を止めることができないのにもかかわらず、なんと40分も潜水することができた可能性があり、ダイバーとしても優れた性能を兼ね備えて、当時の南極大陸を支配していた、ハンターだったんだ。でも、こうやって海を支配した、巨大なジャイアントペンギンたちは、ある時期を境にそのほとんどが絶滅してしまうんだ。何があったの？約3400万年前の前進性に、南アメリカ大陸の南端と、南極大陸の間の、ドレーク海峡が広がり、南極大陸が物理的に孤立したことで、温暖な海流が届かなくなり、南極の周りに冷たい南極海流が発生し、南極大陸が現在のように氷で覆われた大陸になったんだ。さらに、新型のクジラたちの南極進出に伴って、餌の奪い合いが激化し、ペンギンの多様性はみるみるうちに減少し、2500万年前頃にニュージーランドに生息した、全長 1.3 メートルほどの海陸を最後に、ジャイアントペンギンは絶滅したんだ。一方で生き残ったペンギンたちは、形態的な多様性が増し、より完全なフリッパーを完成させ、現世のペンギンへと進化していったんだ。これまで見てきたように、ペンギンは南半球で進化を続けた一方で、約3700万年前の四神星の、北半球でもペンギンのように飛ぶことをやめた、ペンギンモドキと呼ばれる、プロトプテルム類が現れていたんだ。このペンギンモドキは、ペンギン同様に海に潜って狩りをしていたとされている。一方で胴が短く、首が長く、翼もパドル状ではなく、現世のペンギンというよりも、ワイマヌのような原始的な特徴を持っていて、水への適応は同時代のペンギンと比べればまだまだ稚拙なものだったんだ。ペンギンとの関係は？類縁関係については今なお議論が続いているんだけど、ウやカツオドリに近い海鳥であり、ペンギンとの直接的な関係はないとされている。つまりペンギンとペンギンモドキの形態が似てるのは、環境に適応した結果の修練進化だとされているんだ。また、日本やアメリカからよく似た、ペンギンモドキの化石が見つかるんだけど、今のところそのどちらが起源か、はっきりしていないんだ。日本からも見つかってるんだね。誇り高いね。ペンギンモドキは本家本元のペンギンよりも、数千万年後に海へと進出したんだけど、やっぱりペンギン同様に大型化し、プロトプテルムは体高2メートルにもあると推測されているんだ。また日本からも、北海道ルニスっていう、大型ペンギンモドキが見つかっていて、皇帝ペンギンよりも大きい 1.3 メートルだったんだ。しかしそんなペンギンモドキも、約2000万年前に現れた、アシカやアザラシに生息域を奪われたために、約1700万年前に北半球から姿を消してしまったんだ。今私たちのよく知っている生き物にも、それぞれの生存戦略があり、それぞれの物語があることを知れてよかったよ。そう言ってくれてよかったよ。それじゃ今回はこれで、バイチャ。